急増家 A6 年6月28日は、江戸時代の過去、首都内を広島県にもたらした。急増の墓天名7年、秋国川尻浦に生まれる。文化7年11月、乗っていた摂津国船籍の寒気丸が江戸へ航行中、紀州の三崎沖で遭難し、翌年2月7日との乗組員と共に、カムチャツカ半島に漂着する。16人のうち9人が投資し、 生き残った7人は3月10日にロシア人に発見され、ペテルパウルフスクを経てオホーツクに送られた。急増はこの間に投稿にかかり、右足の指2本と左足の甲から前の部分の切断手術を受ける。ご老人事件の影響により、ロシア側の交渉材料として、文化9年6月に中川ご老児と共に、寒気丸の乗組員全員の日本総監が決まるが、 急増は、傷が治りきっていないために船に乗せてもらえなかった。しかし、カンキマ丸の仲間とご老子の働きかけによって、急増も乗船が許され、一旦船は沖まで行ったが、急増の傷から悪臭が漂い、医者の判断で急増はボートに移されて、港に戻されることになった。その後ロシア語を覚え、イルクーツクへ赴く。イルクーツクの日本語学校で講師となる予定であったが、 同校は閉鎖直前であったためを法塚に戻り、足の手術をしてくれた医師の世話になる。文化10年8月に函館に送還され、まさきや江戸で取り調べを受け、翌年5月に故郷へ戻り、余生を送る。帰国の際、首都内をガラスの器に入れて持ち帰っており、これが広島県にもたらされた最初の首都内であるとされている。その効果を、 広島藩主の浅野人志県に進言しているが、藩に信じてもらえず氏氏市法が広まることはなかった。また、漂流の行き札や、ロシアの風俗、ロシア語などを口実した、ロシア国漂流危機器書きが残されている。また、ロシア滞在中に、急増が日記を記していたことが分かっているが、その日記の所在は不明である。カエ6年死去。 呉市川尻町の清香山光明寺に葬られている。去年67。ありがとうございます。